のグッドナイトマンデーアフタートークイエーイ。というわけでこんばんは、しのぶえかぐらぶえ奏者なきよしさらです。この動画では FM 西東京から毎週月曜日の夜10時半からお届けしておりますラジオ番組秋吉さらのグッドナイトマンデーのアフタートークをお届けしております。ラジオ放送まだお聞きでない方はぜひ動画説明欄の URL から番組ブログ内のラジオブログライブラリーにてお聞きいただければと思います。さて今月、2022年5月のゲストはですね、この地元 FM 西東京の地元の田無神社の宮司さんであられます加谷智之さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、加谷さんはね、この田無神社の宮司さんされてもう10年目に今年入られるということで、はい、こんなに若くてイケメンの、宮司さんがですね、田無神社では宮司さんされております。というわけでもうラジオの中ではですね、いろんなお話聞かせていただいて、改めてなんかこう神社の魅力を感じる時間になりました。ありがとうございます。はい、田無神社ね、鎌倉時代から続いてるすごいすごい古い由緒ある神社ということでびっくりなんですけれども ね本当に地域に根付いた、はい、歴史のある神社です。そうなんですね。そして実はこの加谷さんとご縁をいただいたのが先月、神社関係のね本をベストセラーいろいろ出されておられます、八木隆平さん、はい、をゲストにお招きした際に、せっかく FM 西東京ということで田無の方に来るので田無神社に行きましょうよっていう話になりまして、でじゃあ行くんだったらと思って、私ちょっと電話をかけて撮影したりしてもいいですかって言ったら、加谷さんがそこに電話出てくださって、あ、私がご案内もすべてさせていただけますのでってこの優しい口調で言ってくださって、はい、そして本当にそれが叶ってですね、もうなんかすごいスペシャルな参拝をさせていただきながら、この田無神社をご紹介するという YouTube ができまして、なんか私一人で喋ってるんですけど、ゲストは加谷さんです。すいません。ということでね、はい、私ちょっと気になったのが主祭神ですね、田無神社の、はい、主祭神、あ、主祭神って読むんですね、うん、が死夏彦の御事さんと死夏戸部の御事さんっていうので、私古事記とか結構読んでたりするんですけど、はい、なんかあんまり馴染みがポピュラーな神様じゃないですよね、はいはい、まあ、雨と風を司る、まあ、厄災を振り払ってくれるような、そういうような存在、夫婦の神様ですね。あ、夫婦なんですか。へえ、死夏彦の御事が男性。そうです、そうです。で死夏戸部の御事が奥さん。その通りです。あ、そうなんですね、はい、まあ、この神様を祀っているのは確かに珍しいですね、はい、そうですよね。なんか、まあ、これが龍神の権化って言いますか、この二人が、この二人の二人っていうか、まあ二柱の神様が龍の神様であると田無神社ではされているです。でこの二人を金龍さんとして祀ってるのが本殿で、ラジオの中でおっしゃってたんですけど、そういう流れなんですね、はい、へえ、いやちょっとなんか初めて聞いたんでね、なんか珍しい神様だなっていうのはすごく思ったんですよね、はい、で今日は龍神様というね、私は龍神丼っていつも勝手に呼んでるんですけど、その龍神丼っていうものの存在についても加谷さんとお話してすごく腑に落ちるっていうかね、うんうん、なんかやっぱ自然のものっていうのを日本人は昔からその大切にしてきたし、それを神様として見てきたんだなっていうのをすごい改めて感じました、うん、なんか私徳島にいた時すごいびっくりしたのが、はい、神社の本殿っていうのがまあもちろんあるんですけど、うん、本殿のすぐ横になんかね大きな岩とかがあって、もともとはその本殿とかなくて、この岩を祀ってこの岩に祈ってたっていう、岩が御神体だったんですね、はい、御神体、そうそう、っていうのを聞いたり、あと山が御神体だったりとか、うんうん、結構なんかそういう本当に何かと建物があってどうこうじゃなく、昔はもう自然のそのものをなんか大切に崇拝してたっていうか、そういう神社もたくさんありますね、はい、その山とか自然、川とか、うんうん、木だとか、それを御神体とする神社もあります、中にもあります、
それは全部っていうわけではないですが、でも田無神社もあのイチョウの木立派ですよね。大きな大きな御神木のイチョウの木ね、はい、そう、歴史ある、大体樹齢が200年ぐらいですか。100年ですか、すごいですね。西東京市の、天然記念物に指定されてます。あ、そうなんですか、はい、やっぱ秋は銀杏とかいっぱい落ちてくる。すごいですよ。ですよね、あんだけ大きいと。落ち葉もすごいけど、はい、あとあの宮司さんとか、まあ、その神職さんですよね、うん、は朝ってみんなお掃除されてますよね。そうですね、はいはい、あれはもう基本なんですか。神職の重要な仕事の一つですよね、はい、お掃除、ね、だってあの我々は神社を守るためにいるんで、そのお掃除っていうのはね、守るために一番必要なとこですよね。警備もそうですけどね。なるほどね、うん、いや神社っていつ行ってもなんかこう気持ちがいいのってこう吐き清められているからじゃないかなっていう気がするぐらい、うんうん、なんかすごいいつもそれを感じますね、うんうんうん、そうね、うん、あの落ち葉でこう覆われてる神社っていう、まあ、季節によっては綺麗ですけども、うんうん、基本は神様のお家ですから、葉っぱっていう落ち葉っていうのはその残さないで綺麗に取るっていうのは基本ですね。うん、素朴な疑問ですけど、かやさんはもうやっぱりそういうお家に生まれたので、うん、ちっちゃい時から自分は将来宮司さんになるんだなと思いながら大きくなって来られたわけですか。うん、そうですね、うんうん、いずれは継ぐんだろうなっていうような漠然とした感覚ですけどね。ただ私大学全然関係ないところに行ってまして、あの神道とは関係ない、そうなんですね、国学院大学ではないので、あの別の道を歩んでいずれはこう戻ろうかなと思ってた。でもですね、ちょっと父がね、はい、早く他界したんで、はいはい、やりたいことっていうか自分が進んできた道はそんなにはできなかったんですけど、うん、まあただそれがいいってわけじゃないですけどね。大学で国学院大学をセレクトして、うんうん、すぐに神職になるって方も大勢いらっしゃいますからね。でも逆になんかこうもしかしたらすごく斬新な神社なんですよ。もうおみくじあのおみくじの、ね、あのエリアがすごく充実してたりとか、なんかこう行くだけで賑やかで楽しいなっていう気分になる田無神社なんですけど、なんかコンセプトっていうかね、なんかその根底にあるお考えっていうのが何かこうしっかりしたものがあるからだろうなっていうのをすごく感じることができるのは、もしかしたらいろんなご経験があったからこそかもしれないですね。まあそうですね、うん、おみくじがっていうのはちょっとあれですか、うんうん、あの開かれた神社っていうのをコンセプトに、うん、分かりやすく皆様にやってる、うん、でまあそういうとこもあるかもしれないですね。ねえ、もうぜひあの本編の方も聞いていただきますとかなり興味深い話いろいろ伺うことができております。さて、番組の後半ではですね、ゲストの方から私秋吉さらに質問何か一ついただきましてお答えをさせていただいているんですけれども、あのかやさんから私に何か質問、うん、あの聞きたいこと がないかもしれないんですけど、あったらお願いいたします。はいはいはい、そう、弱気やっぱり神社つながりがいいかなと思って、うん、はい、その雅楽ではなくて今武楽の方神楽をやってらっしゃいますよね、はい、その地元の神社さんですよね、はい、私の父の、うん、生まれ育った場所が広島のかなり県北なんですけど、うん、北広島町っていう場所なんですね。でその場所 あの神楽団であり神社ですね。神楽をやってる時に、はい、その、うん、はい、何を思ってやってるのかっていうのは知りたいなっていうふうに思いました。なるほど、うん、あのいつもふってそういうこと考えると浮かぶのがなんか宇宙かなって思うんですけど。もう一度いいですか。宇宙。宇宙、はい、あ、それはね、なんでそう思うかっていうと、あの陰陽五行っていうものがすごいもうきちっとベースにあった上に舞もできてるし舞殿もできてるし全てのものが成り立ってるんですよ、まあ、つまり季節がちゃんと順繰り回るようにっていう祈りのもとできたんだなっていうのがありますよね、うん、なんていうその、はい、舞っていうか、はい、神楽の名前は何なんですか。演奏タイトル。あ、ですね、全ての舞がもうその陰陽五行のもとにできてるんですよ。ああ、そうなんです。そうなんです。もう基本ベースが全部そこにあって、はあはあ、で私たちの神楽を舞うときに、うん、必ず天蓋って呼ばれる、はいはいはい、はい、あのふさふさがねいっぱい降りている四角い枠の下で舞うっていうのがもう決まりっていうか、うん、まあ、そういうもんなんですけど、うん、
じゃあそれ何表してるのかっていうと、あのおじいさんですね、私たちの世代の上の、そのまた上ぐらいのおじいさんとかが言って聞かせてくれてたことっていうのは宇宙だって言うんですよ。へえ、そうなんだ。すごいなと思って、何でもない、なんかあのおっちゃんがそんなこと言うのかなって思うような、うん、話なんですけど、顔とか浮かぶのよね、うん、でも宇宙っていうわけですよ。深いね。結構深くて、深い、ね、でそれを私は高校生ぐらいの頃に、まあ、高校入学と同時に神楽団に正式に入団して、その前からまあ遊びでは神楽してたし行ってたんですけど、まあ、正式に入団した時にそういう話を聞いて、神楽って宇宙なんだと思って、で例えばあの私舞もやるんですけど、はいはい、四神っていうあの四人神様が出てきて、でそれぞれ自分は春の神、夏の神、秋の神、冬の神って感じで、その、季節の色の、水管を着てね出てくるわけなんですけど、うん、その時に一人一人の神様が四方をそれぞれちゃんと一個ずつ座をずりながら、うん、拝み、中央、霧っていう所作が全部入るんですよ。でこれ待ってるとものすごくよくわかるんですけど、本当に忠実に陰陽五行なんですよ、うん、舞そのものが、うん、でまあ、ずっと最初はこっち回りなんだけど、途中から反対回りになってっていう、そのもう一方だけじゃないですよね、必ずその全てが巡行に回るようにっていう意味合いが込められてたりとかするのを待ってるとものすごいわかる、まさにその宇宙と言いますか、それを感じながら、いつも感じられるんですね。うん、そう、うん、感じる、もう本当に自然と感じるのか、そう感じようと思って感じてるのか。あの待ってて最初はよくわかんないんですよね、うん、あの習ったばっかりの頃は、うん、なんでこんなことしないけんのんじゃろうって思ってこう迷うわけなんですけど、途中からなんか自然にそれができるようになってくると、いやどうしてこの昔の人ここでこういうことを考えられたんだろうかとか、こういう所作を入れるってすごいなとか、あと途中でちょっと変わった足の踏み方するんですけど、それも中国から以前来られた研究者の方が、その足の踏み方は中国にもなんか似たのがあって、悪いものを出していいものを取り込む足の、 あの形なんだって言って、うん、7歩ぐらいでこうやってあいろんな向きしながらこう変な歩き方なんですけど、それをやるんですけど、そういうものが中に入ってたりとか、まあ、20分ぐらいの前なんですけど、かなりいろんなものが取り込まれてて、なんであんなね、昔の人って本当に賢くて、こんな舞の中に全て入れることができたんだっていうのを、なんか舞ば舞うほど考えさせられます。今の話を聞いて、うん、またこの舞っていうか、はい、武学じゃ、武学ですか、神楽、はい、見るとまた違うのかもしれないですね、見る側もね。そうですね、宇宙を感じてながら踊ってるんだって思うと、うん、はい、すごく深いですね。そうなんです、ね、でその広島の神楽に関して言うと、うん、あの能舞って言われる、くくられてるもので、例えば、はいはい、まあ、新舞で言うと竹谷社姫であったり、もみじ狩りとか、ああいうあの歌舞伎なんか能、ね、はいはい、とか、ああいうものとあの非常に近しい、いわゆるストーリー性のすごく強いものっていうのもあれば、うん、今言ったような余人みたいな、そういった儀式舞的要素が非常に強いものっていうのに大きく分けて、舞の中でも2つあると思うんですけど、うん、でもそのいわゆるそういうあの物語性強いものであっても、その舞の中には全部それが入ってるの で、 で今笛を演奏されてる時って、うん、はい、宇宙とか感じます、はい、今は感じない、ね、演奏している時は宇宙というか、何を感じるの、なんかね、何も感じてないというか、うん、あ、今どうしてたみたいな、ちょっとトランス状態ですかね。あ、そういうのはしばしば、あのしばしば体験してます結構なんて言うんだろう、あのふって思うわけなんですね、吹いてる時に今あれあれって、あれなんか私今どこ行ってたっけみたいな感覚はすごいよくあります。で、すごい神楽の面白いところは、まあ、太鼓、小太鼓、あの鐘、笛っていう4種類の楽器と、うん、あと舞なんですけど、結構舞の人のその舞い方によって太鼓も流動的に結構変わっていく要素がすごく強いんですよ。で太鼓が変わるってことは、笛がいつも同じの吹いててそこにドンピシャでハマるわけではないんですよね、うん、そう なのでどっかでその本当に集中して舞も見てるし、太鼓もあのちょっと
タイミング見たりとか、ここで来るかなとか全部見ながらこうやるわけなんですけど、そういった時にすごい集中してますよね。もうなんか全部なんかもう全部 いっぺんに自分の中にこう無意識で取り込みながら吹いてるみたいな感覚はあります。神楽って自分なりのオリジナルとかってもう一切ゼロですね、うん、あ、オリジナルばっかりなんです。オリジナル OK なの？あ、ばっかりです。どっちかっていうといい、巫女舞とかとじゃあ違うね。あ、それこそ儀式舞はちゃんとそれしなきゃいけないんですけど、うんうん、その物語性の強いものとかだと、うん、鬼の人はまあ一応このくらい回るってなってるけど、調子に乗ったりとかして大きく回るとか、その時の感覚でこうちょっとその円が小さくなったりとかっていうのは全然あるんですよ。ああ、そうなんですか。でそうした時に例えばドドン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 って普段だったら言ってたところをちょっと大きくまたドドン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 とかってなることがしばしばあるんですよ。それは OK なんだ。OK です。ああ、なるほど。でそうなった時にもう笛も太鼓、あ、小太鼓とかみんなもそれについていくしかかない。面白いですね。面白いです。だから太鼓の人がその変わると同じ演目でも雰囲気全然違って聞こえたりとか。はあ、それは面白いこと聞いたな、はい、すごく面白いです。聞く側もそれを楽しみに行けますね。知ってる曲でもね。で結構なんだろう、その鬼を待ってる時人とその太鼓の人の関係で結構いろいろドンピシャになることもあれば、ちょっとこの相性はっていうことももちろんあるわけで、うん、それはなんかこう面白いですね。その組み合わせによっても全然変わっちゃうので、うん、あ、いや勉強になりました。地方でいろいろまたあるので、東京にももちろんね神楽ありますし、まあ、広島の方の神楽はとにかく工場少なめで、とにかく舞がすごく多い神楽で。そうなんですね。はい、で加谷さんの もとのご先祖様は岡山っていう風に先ほどちらっと伺ったんですけど、そうそうそう、岡山の備中神楽なんていうのは、うん、もちろん総額があって舞もあるんですけど、工場がすごい多いんですよ。で面白いこと言いながら、その祭りに来てるみんなを笑かしながら、うんうんうん、なんか進んでて、すごいなんかね、すごいねいい雰囲気なんですよね。そうなんですか。楽しく。で私そう岡山の備中神楽にも何度もねその奉納一緒にさせてもらってるんで多少知ってるんですけど、出る前に多分榊の葉っぱを噛むのかな、うん、こっちに入れてでペッてやって、でなんかこう清めるんでしょうね、それで。それで皆さん出ていかれてやるとか、うちらの方ではそういうのないので。地域によって違うんですよね。そうなんですよ。でも舞のもう衣装も違えば、さっき言ったようにもう工場のそのボリュームも違う、うん、もう全然違います。本当にお隣なのにそうなんですよ。いやもう見る方もね、うん、今の話を聞いて、うん、本当に楽しく、ね、見れるんじゃないですか。そうですよね。本当ここ最近埼玉の神楽を見る機会があったんですけど、あ、そうですか。また全然違ってて、それも面白かったです。うん、そうね、うん、この辺もいっぱいありますからね、はい、伝統的な神楽、東京埼玉もね、はい、西東京のこの田無地域にもあるんですか。神楽はね、うん、ないですね。あるのかもしれないです。ただ、うんうん、今田無神社で、うんうん、ね、奉納されてるのはないですよね。あ、でもあれですね、おみこしとかはありますね。おみこしはありますね。立派なおみこしが、そこに笛とかね、うん、はい、そういうのはありますけどね。へー、まあ、地域地域でね、それこそ神楽があんまり発展しなかった、うん、例えば四国とかあっちの方に行くと、この人形使いとかそっち側がすごく盛んだったり、農村部隊っていうのが神社の中にあって、私たちがやってる神楽のお祭りみたいな形で、うん、村の人たちがそこにござ持ってきて座って、その人形使いさんたちがいろんな話をすること。お囃子はあるんですけどね、この辺はね。お囃子はね、羨ましいですね。そう、神楽がしっかりこう根付いてるっていうのはね、はい、そうですよね。まあでも地域地域でね、またそういった観点から見ていっても、本当に郷土芸能という視点でも面白いかなと思いますよね。あ、それでそんな加谷さんなんですけれども、実はこのゴールデンウィークからですね、いろいろ田無神社面白いことが始まるそうで、まず御朱印、
はい、はい、御朱印がですね切り絵のデザインのものが、出てきたりですとかっていうことで、はい、はい、あの今御朱印集めてる方多いかと思うんですけれども、とても素敵な切り絵のデザインの、御朱印が始まるそうです。それから、バケツで稲作りセットというものを先着1000名様に、これいつからですか？これが、はい、5月のごめんなさい、ちょっと待ってください、はい、ゴールデンウィーク、いや 5月2日の月曜日、あ、そうなんですね、です5月2日の月曜日、じゃあちょうどあれだ、はい、というわけで5月2日からもう、始まっております。はい、先着1000名様なのでぜひ急いでください、はい、急いで来てください、田無神社に。そして5月3日ですね、それは、神社で献血ということで、境内に献血者が来るんですか？これは三州殿って言います、はい、国の文化財の施設の中で行うので、はい、車は来ないんですが、そうなんですか、はい、でも逆にその中に入れるいいチャンスですね。そうなんですよ、国の文化財の中で献血ができる、めっちゃなんかレアな機会ですね、そう、ぜひ来てください。で、今回逃されても年に 2,3 回この活動をなさっているということなので、皆さんぜひホームページにね載っているかと思いますのでチェックしてみてください。そして、大きな大きな巨大な鯉のぼりが境内に飾られているということで、これは5月8日の日曜日までということなので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。で、私なんですが5月の21日に浅草の木馬亭で毎年恒例の、面白い寄席に出ます。そして5月21、22で行われております神楽坂町舞台大江戸めぐり2022年、こちらに、また今年も出演させていただきます。私の出演は、5月22日の午後でして、赤城神社ですとか、グリーさんっていうですねライブハウスさんですとか、そういったところでですね何か所か、ステージもた出させていただいておりますので、ぜひ、遊びに来てもらえたらと思います。それから6月25日にはハレルヤゴスペルファミリーのコンサートといたしまして、私ゲスト出演で、何百人かのクワイアさんをバックにですね、笛とコラボレーションということで、ちょっとすごい大迫力の、ステージ、こちらは、越谷サンシティホールの方で行われますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、FM 西東京秋吉サラのグッドナイトマンデーは毎週月曜日夜10時半から放送をしております。毎月第1月曜日が本放送、第2月曜日以降は再放送となっております。インターネットでも簡単にお聞きいただくことができますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンをポチッとしていただきますと、大変励みになります。というわけで、かやさん、この度はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたお参りにも行かせていただきたいと思います。ありがとうございます。バイバーイ。